ルデンテ。パフュームの楽曲か。もういい、うざい、マジで腹立つねん。これで終わりだ。おい、寝かされたいんか。おい、喧嘩したことないやろ。寝かされたいんか。お前、喧嘩したことないやろ。フィアのワンコインモノマネです。はい、というわけで本日はですね、ポン化粧動画です。よかった。はい、というわけでね、本日は私化粧動画をやってみたいと思います。丸顔でメイク動画出すやつおらんもんね。だってね。はい、というわけで今回は私が化粧するんじゃなくて、はい、私の化粧道具でタキちゃんを可愛くします。イエーイ。なれるやったらええか。タクちゃんはちょっと顔を見てほしいんですけど、鹿児島出身なんで、まあ、結構濃いめの顔をしてるので、すごい映えさせる感じで、可愛い可愛いお顔にしていきたいと思っております。可愛い顔してみて。食べる？何言わない。子が言うやつ。はい、というわけでですね、もう早速ショーの方やっていこうと思うんですけれども、化粧道具の方を出していただいて。少ない。少なくないやろ。めっちゃあるで。なんで化粧道具に目薬なんてあるか。明かりつけた方がいいんじゃん。化粧道具やし。あ、いいやいいや、眩しい。冬俺太陽直視してたタイプやから。マジ、うん、おるな、うん、俺見れねえ。残存のこれやつだ。虫眼鏡でやろうと思ったら本当に怒られた。それはな。目焦げるからな、黒目から。はい、というわけでやっていこうと思います。まずはですね、ステップナンバーワン、下地を塗っていきます。よく見るやつね。そう、これはなんかうちは普段塗ってないんですけど、肌のボコボコをスムーズにするらしい。塗っていくね。あ、なるほど、平たくね。そう、出してなさすぎてなんか粘土みたいなの出てきた。乾いてるやん。あら、かわいい。こういう感じでね、うん、こう塗っていったら、うわー、はい、こういう感じで、あ、ちょっと肌綺麗になったんじゃないですか。はい、続いてはですね、こちらのね、ファンデーションを塗っていきます。レボーンのこちらは、レボーンの175番です。知らんけど。おー、うわ、冷った。あ、そう、こういう感じでね、でも女性は結構こういう感じで肌に塗っていくんですよね。ほんまか。雑ちゃうか、ちょっと。え、うんってして、ひげ消すから。いくで。女の肌はな、これでな、綺麗だって。ひげ消えたらもうやばいって思うやろ、うん、ほら消えたで、なんかこの、こういうなんかスポンジみたいな、ミニヨギ棒ね。そうそう、やつでね。こうやって広げていくんですよ。際までやるのがね、女の子なんやね。ほら、見て見て、めっちゃ綺麗、ほら。これ綺麗。え、顔色悪なってない。え、すごい、ほら。すっぴん。これはすっぴんのうちに入んねやろ。あ、なんからしいな。これファンデーションして肌だけ綺麗にして、でカラコンしてすっぴんって言ってるブロガーはめっちゃあるらしい。続いてこの下地が今終わったので、続いてはこちらのですね、ファンデーションの方を。でこれはなんかベトベトにして肌に塗る。でこれは肌に塗るねんけど、これなんて言ったらいいかな、なんか仕上げみたいな感じ。あ、なるほどね。そうなんで、できますね。休日とか何されてるんですか。コガネムシを集めて戦わせてます。そうなんですね、うん、これで一旦 OK。は、今やったのはこうベースメイクみたいな、うちのイメージな。準備運動ね。パレットにした状態で。あ、そうそうそう、真っ白のパレットを今作った状態。作ったのね。今からお絵かきをしていくっていう。パレットにお絵かきせえへんねんけど。はい、アイシャドウです。この目のこの上にキラキラをすることによって、なんかどうなるのかは知らんけど、なんか可愛くなるみたいな。なるほど、ね。はい、今回はこちらのディオールの、これはおばあちゃんにもらった。そう、ディオールですやん。ばあちゃん家にあったやつをかさらってきて、でばあちゃんはこの周りの色とここの色だけ使って、この3つの色だけ残してるっていう謎の。そう、好きな色やったんや。余り物の色を今使ってる状態です。ギャッギャッ。上に塗っていきます。おい、おー、いいやんいいやん。これはちなみにダイソーで買いました、100円。次はこのここのキラキラ下に塗ることによって涙袋を強調させます。あー、なるほど。俺あんまないもんな。ほら、耳の左見比べて、ほら。あー、まあ確かに。これで女は涙袋も作ってるという。はい、で最後に、あ、最後、え、ちょ、最後大丈夫か。イカ球体ぐらい最後仕上げてくれる、ちゃんと。あ、最後ちゃんとやるよ。あっという間にで、口紅を塗ります。なんかこれはリンゴの匂いがします。うんうん。で塗っていきます。でじゃーんって言われたんですけど、ちょっと今からさすがに雑くばーってやりすぎたんで調整するので、完成形を振り向いてビャーンにしよう。うん、あー、なるほどな。こっち向いて、今からちょっと画面コーディしていきます。こちらのね、キラキラも仕上げにつけたいと思います。はい、というわけでできました。今回の化粧のテーマはですね、グラダファミリアフォルマッジでございます。
からんな。エレガントな感じに仕上げたので、まあ、タケヤマもちょっとまだ顔見てないんで、うん、皆さんと一緒にちょっと公開できればと思います。ブーン、振り向いてください。待っとやねんお前、待っとやねんか、お前これこんな口でかいか、ほんでこうしたら待っとや、お前待っとや、こういう感じで待っとやねん、お前クワトの息子やねんか。めっちゃ上手くない？マットくんにしました。ゴリラブスやんいや、マットの悪口言うなよ。いや、マットの悪口ちゃうよ、これ。ちめにやりすぎた？じゃあそんなに言うやったら、まあ、デフォルメしすぎだな。おいマットのままマットの食後やないか、お前これ。マットの食後が見れるわけないもんね。いや、ミルクボーイ内海さんのどこまでしとんねん、お前。ってもう、なんでマットで突っ込まなあかんねん、お前。ボケ側やろ。女の子になった気持ちはどう？いや、男になってんねん、結局痛い、大丈夫？いや、怪我してないねん、これ心は怪我してるけどね。はい、まあ今回してほしかったのは、女の子が毎朝どれぐらい気持ちを込めて化粧してたかってこと。これはフェミニズム の第一歩やと思ってるから、普通にこれが、うん、で今回の動画はですね、ちょっと特別にプレゼント企画もしようと思いますので、ありがとう。プレゼント欲しい方はこちらのコメント欄から応募してください。ありがとう。何もらえるの？景品ですか、うん、景品は角刈りのテディベアです。いや、珍しい耳邪魔やろ。耳が角刈りの耳四角なだけ。耳が四角のテディベア。可愛がられへん。電話番号は5です。短っ締めましょう。あ、はい、はい、そうですね。実験結果、男の子の化粧って可愛い小中の時の人気は声のデカさと比例する。50m 走一番速いやつが一番モテる。なんか分からんけど、人気者って給食のあまり取る率高い。一方で卵アレルギーで別メニューのやつはいじめられる。かわいそうな格好。そいつは半袖半パンでした。夏も元気やな。冬かアレルギー元気。アレルギー元気ってね。顔の形がめっちゃ坊主で綺麗な丸型やったからエッグっていう。元気かなエッグ。似てるかもしれんで、ね、エッグ。似てるわけない。ありがとうございます。本日も今日はね、ちゃんとエンディングを考えてきたんですよ。カップ吸ってします。はいはいはい、はい、これでこう You're gonna kiss me and my mom is onYou're gonna kiss me when I'm alone. で、こだん、kiss me when I'm alone. で、こうやってフェードアウトしていくっていう。できるか。